飲食店が立ち並ぶこの街も本来であれば忘年会でにぎわうはずが、もう悲惨な状況ですよ。今年4月の緊急事態宣言を受け、1ヶ月以上にわたって完全休業をしていたこちらの店。6名様までですね、まあ、今、まあ、こちらのコロナの状況もありまして、真ん中にパーテーションを置かせていただいて、まあ、2名様、2名様で広く取っていただいて。座席数を減らし、空気清浄機の設置や店内の抗菌コーティングなど感染対策を施し、5月末から営業を続けてきました。しかし、営業再開をしたものの、店の売り上げは一時期、例年の2割ほどに落ち込みました。GoTo Eatのキャンペーンの時に、若干売り上げを戻してきた流れがありまして、それが、一転、営業自粛の要請が入ったりとか、先が見えない状態には今はなっています。GoTo Eatなどで店の売り上げも回復していた矢先、勝負の3週間が呼びかけられ、東京都による飲食店などへの営業時間短縮要請を受けて、店では売り上げが去年の同じ時期に比べ3割ほどに再び落ち込みました。本当に一日でも早くなんですが、このコロナに対しての早く復帰できることを今は祈るばかりです。年末の書き入れ時、去年の12月は500件ほどあった宴会も、今年は10分の1程度の予約しかないといいます。こうした厳しい状況を打破しようと、店がこの冬新たに始めたのが懐石スタイルです。広島県産の大ぶりの牡蠣が入った味噌鍋や、天ぷらや刺身の盛り合わせなど2時間飲み放題もつくコースです。遠のいた客足を戻す一手にしたいと店は意気込みます。安心してご宴会を楽しんでいただければなと思うつもりで、今回の懐石スタイルをやらせていただいてますので、サラリーマンの方がもろり、本当にいつも通りのこう街が賑やかな感じに戻ってくれれば本当に助かりますけどね。苦境に立たされる飲食店の我慢と努力が続きます。